はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。昨日5月3日は、ゴミと憲法の日ですね。ゴミ憲法の日でもいい。パヨの晴れ舞台であります。全国各地で、憲法守れなんちゅう集会が開かれたみたい。天気良くて、良かったですね。生存確認の場所にもなってんのかな。1人かけ、2人かけ、誰それさんは施設に入ったとか、そういうのあるんだろうな。もろ戦後生まれは、78歳になってるはずですんで、終戦の年に生まれた人ね。もろそういう世代は、78歳になってるはずなんで、まあそろそろあれですかね。不破鉄三なんかも92歳で、これね、周りがイエスマンばっかりだと長生きしちゃうのかな、ストレスなくてな、思っておりますけれども、鳩山由紀夫なんかもなんか長生きしそうですよね、あいつね。もう80じゃないや、いくつになったんだろう、忘れちゃったな。まあまあ、パヨの晴れ舞台である、勇んで駆けつける全国のパヨたちって感じなんですけど、まあ、生存確認の、場でもありますけれども、改憲反対集会に出席した西村智奈美立憲副代表、緊急事態条項新設反対、まあ憲法を変えるな、いうことなんですけどね。でね、これね、話し合いもしないってなるとさすがに批判が大きいらしくて、こんなことを言い出しましたけれども、他の党の誰かもそんなことを言ってたような気がします。緊急事態条項反対、独裁になるなんつってね、緊急事態出されちゃってから内閣で何でも決められちゃうようになると、何ですか、全権委任法、ドイツの全権委任法みたいなことをやられちゃって、独裁が始まるっつって脅してるみたいなんですけどね。まあ、パヨのテンプレなんでしょうかね。憲法改正に反対する方便、となって、おります。緊急事態条項、ない国ないのにな。それないと避難命令できなくて、防衛戦できないのにな。コロナを超える大疫病なんか、もし、来ちゃったら、対処できないんでは？命令できないんじゃ？緊急事態宣言からの独裁開始されてしまうって反対してるみたいですけど、それある国は全部独裁になってないとおかしいんでは？実際はなってないですよね。大体すべての国に緊急事態条項あるのに、全部独裁ってわけないじゃないですか。多分立憲はですね、自分らが権力を握ったら緊急事態条項を作って、それを悪用して、選挙なくして独裁してやる、だから相手もやるって思って、今反対してるんでしょうね。こういうのは心理学でですね、投影または投射って言います。自分がそうだから相手もそうだって思い込むこと。自分が好きあらば人を騙す人間だから相手にもね、騙されてんじゃねえ、疑ってみたりね。立憲以外の共産、社民、令和も反対を改めて表明、公式声明が各党が出しておりました。一般反応です。知ってた定期わかりやすくてありがたい。改憲を頑なに拒むリベラルたち、リベラル寛容って何？日本のリベラルは外国のスパイですし、日本を停滞させるための集団です。じゃあ憲法改正は正しいと。まあ立憲、共産、社民、令和の特殊野党はゴリゴリの護憲ですよね。一言一句変えるな。聖書がっつうの。ちょっと前まではこんなこと言っておりました。立憲はさすがにですね、一言一句変えるのはマジって思ったら、憲法審査会、何年にもわたって開催を妨害してきたのが、ちょっと批判されて支持率落ちてきたから、これはまずいって思ったんだが、一言一句変えるなは言わなくなってきましたけれども、その代わり緊急事態条項、新設反対とかね、まあそういう方面で、変えさせたくないというですね、合理的な判断できないから死んじゃって呼ばれるわけでして、隠れ護憲勢力、公明党、これは最後の最後は絶対裏切るから見てて、
国民投票の前の3分の2必要なあの議決ですね。その時は、ね、絶対裏切るからね、ここ。山口夏男代表ってひっそりと15年も独裁してんのね。前の代表は神崎、そうはいかん崎でしたっけ？独裁23年目の志位和夫を叩けんね、15年もやってたんだよね。公明党にはですね、代表選挙やりましょうよって提案する党員はいないのかなーって、代表に逆らうと、仏罰が下るって脅されて従ってんでしょうかね。国民民主の玉木代表はですね、改憲議論すべき、憲法審査会にも協力的ですけれども、まあ、支持団体が労働組合で信用できない。ここね、なんせあれでしょう、民主党を一生懸命応援してた連中、一丸となって、それが立憲と民民に分かれたわけでして、これも公明党同様ですね、全然信用できないですね。維新は参政党の先輩のポピュリズム政党なので、その時に受けのいい方に流れます。これ参政党は自ら宣言しています。うちはポピュリズムです。みんなの意見を聞いて、決めます、その都度都度って言ってます。勝ち馬に乗ろうとするっつうか、受けのいい方に流れるっつうか、これは都民ファーストも同じですね。私ね、信念のない人は政治家やらないでほしいんだよな。私には日本は超古代って信念がありまして、日本人全員親戚で、総本家が皇室で思っておりますんでね。なんで親戚でもなんでもない外国人を生活保護しなくちゃらんねえの。なんで親戚でもなんでもない帰化一世を擁立すんの。帰化って言っても、小野田君さんみたいな日本人の血が混じってる人は親戚ですから、いいんですよ。なんで日本人の血が一滴も混じってねえね、アルフィアとか江筒とか、あれ擁立しちゃうんだ、政治家にしたいんだ、そんなのね、日本人の一族のために働いてくれるわけねえじゃん。なんで親戚の子には学費貸して、親戚じゃない子にはクレでやってんだ、留学生ね。すべてこの信念に従っております。よかったら本買ってください。私の、日本は超古代であるってもんね。動画説明欄もっと見るをクリックすると、Amazon、リンク貼ってあります、ね。共産党は憲法大集会っていう名前のですね、集会を開催いたしました。そこで登壇した独裁23年目、志位和夫。戦争になったらどうするんだという議論がありますが、戦争を絶対起こさない、そのための外交に、ありとあらゆる力を尽くすのが政治の責任です。私なら絶対に戦争を起こさない。集合した党員、感激の拍手っつですね。なんとなくぼーっと聞いてんでしょうね。で、もっともらしいこと言って、わけもわからず拍手してんだろうな。一般判断です。具体的にどうするか一言も言わないのな。それ、ウクライナでも言えんの。じゃあ、ウクライナは外交に失敗したから、ロシアに侵略されてるって言いたいんだな。相手がロシアみたいな国なら、外交を尽くしても意味ないのでは。戦争になったらどう行動するかって話では、そんなことばかし言ってるから、91議席も減らしたんだろうが。それじゃあ、志位和夫の SP はいらないし、代々木本部は鍵かけんなよっていうね。パヨゴ翻訳コーナー。私なら戦争を絶対起こしません。なぜなら無条件降伏するからです。これを言わないんだな。必死で返させまいとする九条はですね、日本人は抵抗せずに黙って殺されてろって代物ですんで、まあまあこういう文言が後に続くんですよ。戦争起こしません、絶対。なぜなら無条件降伏するから。これは言わないでおこうということですね。私は日本を人民軍に無傷で差し出すべく連中をですね、まあ共産党とか社民党とか令和みたいな連中を外界に打ち主義者って呼んでます。敗北主義者って言葉があるんですけど、いまいち直感的でないんでね、外観誘致主義者、戦争になったらどうすんだを糾弾と捉えてるみたいだが、志位和夫はね、侵略されたらどう行動しようかってことですよね。火事になったらどう行動しようか、火事にならないように手を尽くします。答えてないね。怪我したらどう行動しようか、怪我しないように注意します。全然答えてないですね。これで納得して拍手するバカ信者どもはですね、
バカにつける薬を飲んじゃいそうな場合ですよね。あるいは、座薬として使用してしまうか。持論なんですけど、バカは生えてくるんでいなくならない。救助を生かした外交を尽くす。これはどこまでもどこまでも譲歩するってことですね。領土さえ要求されたら、そっくりくれてやるんじゃないのかな。なんせ、救助自体がですね、日本人は黙って殺されてるってもんですもんね。それを生かした外交って、無抵抗で奪われ続けるってことでしょう。そんなこと言えないから、いつまでもいつになっても具体策言えないんですよ。それは言えんな。だからパヨ語は難しいって言うんですね。赤い羽募金とアグネスを声太らせる日本ユニセフには一生募金しないと決めている私ですけれども、その日本ユニセフが謎の指数を発表。日本の子供の精神的幸福度38カ国中37位。OECD のことだろうな。38カ国はな。OECD っていうのは、まあ、そういうデータとか統計の数字が出てくる国。アフリカの名も知らないような国だとそういう数字が出てこないんで、 OECD には入ってないですね。一般反応、精神的幸福率って何なんだその謎指数は。日本ユニセフにはアグネスの金ピカの印象しかない。アグネスの幸福度は高い。最下位はニュージーランドらしいが、なぜ。基準を読んだが、順位が低いほど子供のわがままを許容できる社会ってことだな。まあそういうことなんでしょうか。だったら日本ユニセフは外国の子供に募金回してる場合じゃねえだろ。その通りだね。だったら日本の子供が幸福でないってんだったら、日本ユニセフはですね、集めた金の全額を日本の子供のために使わないと。あとはですね、よその国から金引っ張ってこないと。日本の子供は幸福度が低いんだから金よこせって言って、言わないとね。親戚でも何でもないですね、外国の子供を助けるために日本人から集金すんなっつーの。日本はもうダメだって言ってれば金になるって人種がおりまして、これもその一環ですね。日本ユニセフ、日本はもうダメだって言っていたい。日本はそこそこ幸福だと、今の政府を倒しましょうとか、政権交代しましょうとか、革命しましょうって言えないですからね。日本の子供が幸福でない理由、 PS5 を買ってもらえない。iPhone 買ってもらいたかったのに Android になってしまった。 SNS で叩かれた。どこでもいつでも美味しい食べ物が手に入るんでダイエットが辛い。外国の子供が幸福な理由ね、成長したので父親に叩かれなくなった。毎日食事を食べられるようになった。ミサイルが飛んでこなくなった。重い水を汲みに行かなくてよくなった。知人の話なんですけど、フィリピンで雨の日も風の日もですね、トラックの下で寝泊まりしてる4人家族のホームレスを見た後のことでありました。そんなんでも子供産むんだもんね。文化の差、価値観の違いは大きいですよね。G7 で LGBT 法がないのは日本だけっていうデマ。これ実際はカナダだけ、LGBT 法があります。そのカナダではおっさんがね、女子トイレとか女子風呂に侵入して大変なことになってるみたいですけど、女子シェルター、保護女性シェルターに忍び込んで強姦しやがったのってニュース、つい最近もありましたけれども、を報道した嘘つきメディア一覧。立憲西村智奈美副代表、公明山口夏夫代表、日テレ TBS、 日刊現代、東京新聞、北海道新聞、赤旗、社会新報、これは社民党の機関紙だそうであります。ハフィントンポスト、ブルームバーグ、オルタナ、わかんねえなこれ、アムニスティインターナショナルってユニセフみたいなもんじゃなかったか。たまたま見つかってないだけでもっとあっかもしれないですね。一般反応です。テレ朝の LGBT 推しも露骨です。日テレのソースがタス通信だそうで、日テレってことは読売もかな。激論クロスファイアで田原総一郎も言ってました。毎日新聞がないのが意外、見事にパヨばっかと。こういうデマを鵜呑みにする情弱に対してはですね、日本のメディアは報道機関じゃなくて外国のプロパガンダ機関であることは広く知れ渡った事実ですがっていうのから始めるといいですね。G7
実際その通りだしね、これは韓国メディアがよく使う、ね、手法で、巷にはですね、世界中を席巻する K-POP ですがとか、貿易額と貢献度から G8 入りがふさわしい我が国ですが、などの嘘記事が溢れてまして、まあこれ手法ですね。まあまあ日本のテレビ新聞は全部嘘つきって日本人の敵って思ってたら無難であります。産経新聞の一部がちょっとマシなだけで、あとは全部腐っておる外国の手先、日本人いるのかな中にな、なんて思っておりますけれども、今から拉致被害者署名活動に行ってまいります。メール党員の皆様、今日はお世話になります。お手伝いよろしくお願いします。デトックスジャパン。